9月15日、白石町の木島神社で秋の例大祭が行われ、赤ちゃん相撲などが奉納されました。秋の例大祭は、須古湧主龍造寺信金公の命日である9月15日に、地域の繁栄を願い、毎年行われているもので、400年以上の歴史があります。須古地区では、学問と武士道が盛んだったため、例大祭には相撲や剣道が奉納されていました。今年は熊本県八代市の龍泉館のメンバーによって、兵法大社流剣術が初めて奉納されました。須古地区は須古鍋島に仕えた吉田一貫という大社流剣術の達人のゆかりの地であり、肥前でも大社流剣術が盛んでした。現在、嬉野市で毎月稽古会が開かれていて、佐賀の門下生4人も参加し、その技を披露しました。続いて行われた奉納土俵入りでは、北方中学校3年生を含む力士3人が土俵に上がり、力強く四股を踏みました。最後に赤ちゃん相撲が行われました。赤ちゃん相撲は子どもの健やかな成長を願って行われるもので、赤ちゃん力士の額には神紋と呼ばれる朱印を押します。町内外の19人の赤ちゃんが力士に抱きかかえられ土俵に上がりました。一昨年まで地元の女性で作る加瀬川相撲人口保存会が30年近く相撲を奉納してきましたが、高齢化が進んだことで保存会が解散。しかし地域住民から続けてほしいという声が上がったため、地元有志で赤ちゃん相撲実行委員会を立ち上げました。今回北方相撲クラブの協力を得て復活することになりました。北方の相撲クラブの皆様の協力をいただいて、こんなに盛り上がって本当に喜んでいます。まあ、未来の子どもの健やかに成長して、地元のためにですね、残っていただくような、まあ子どもさんを育ててもらいたいという、その一念であります。これからも一生懸命盛り上げていきたいと思います。赤ちゃん力士たちは手作りの化粧回しをつけたり、大きな声を上げて泣いたりと境内をにぎわせていました。3回目です。はい、上の子たちからずっと健康で、とにかく元気に大きくなってくれたらいいなと思って参加しました。こういうお祭りちょっと珍しいので、どんなものかなと思って、はい、応募しました。願えばキリがないですけど、健康で、はい、それだけです。健康。せーの、ここも。情報たまって